てみてください。カップの中にはひよこ豆のムース、豆のムースに下にはかぼちゃのアイスクリームを加えています。こちら小さなスプーンで召し上がります。古いサトウキビのジュースがブレンドされておりまして、1960年の